空軍のエアメダルエアメダルはアメリカ軍の勲章。1942年5月11日、フランクリン・ルーズベルト大統領によって制定され、1939年9月8日に遡って授与された。戦功賞の一つであり、戦時中に航空作戦において功績を上げたパイロットに対して授与される。授与基準は第二次世界大戦中は戦によって異なっており、 また何度か変更されている。ヨーロッパ戦線の爆撃機搭乗員は5回の出撃で受賞した。可視完兵を受賞対象とした戦役も存在した。海軍、海兵隊の場合リボンに受賞回数を表す数字とアワードスター、V デバイスが付属する。勲章序列ではメリトリアスサービスメダルの回、空軍のエアリエルアチーブメントメダル。 陸海軍及び海兵隊のコメンデーションメダルの上位に位置する。複数回受賞も可能で、第二次世界大戦中の受賞者には3回以上受賞しているものも珍しくない。2回目の受賞からは、空軍の場合白洋が付け属していたが、敵との戦闘における功績が主な授与の対象である、先行賞という特性上、複数回受賞すると勲章が巨大になりすぎる。 リボンで注釈不可能という難点があり、ベトナム戦争中の1968年9月から白用は廃止され、サービスリボンの中心部に装着する数字に変更された。ありがとうございます。